昨日この時間にお伝えした旧国鉄時代の車両を当時の姿によみがえらせるプロジェクトで改装を終えた車両が今日から倉敷市の水島臨海鉄道で運行を始めました。鮮やかな赤の車体が見る人の目を引きつけます。1983年に製造された車両、キハ37です。水島臨海鉄道では所有する国鉄時代の3両の車両を当時の姿に復活させるプロジェクトを立ち上げ、塗装や内部を整備する費用を募るため今年8月からクラウドファンディングを実施したところ、1200人を超える鉄道ファンや住民からおよそ2400万円が集まりました。先月から1両目の車両の塗装が進められ、赤11号と呼ばれる製造された当時の色に塗り直されました。改装を終えた車両は今日から運行が始まり、線路の近くや駅のホームでは鉄道ファンらが訪れ写真を撮っていました。良かったです。かっこよかったです。昔ちょっといろいろ乗ってたとかあるんで、この塗装になって良かったと思います。水島臨海鉄道では改装を終えたキハ37を含む編成に今月28日まで記念のヘッドマークをつけて運行することにしています。